こんにちは。降格圏付近の相手に辛くも引き分け、昇格を目指すチームとしては勝ち点3を計算する相手から、まあ引き分けたということで、まあ痛い引き分けですね。本来ならきっちり勝ち切る試合だったんですが、今回監督会にまだかなって待ちながら、まあ、次の日に配信しようかなと思ったんですけど、まあないと思うので、まあ、早めに配信することにしました。それと本日の採点こちらです。まあ、選手全員なんかやりづらそうでしたね。普通に昇格争いするチーム作るのかなと思ったのに、まあ、残留争いしてるような情けないチームを作ってしまった伊藤さん、本当に早くやめてほしいなと思いながら見てます。みんなやりづらそうです。見ていて気になったのが、まあ、この試合に関しては、まあ、結局個の力で点を取ったなっていうところと、まあ、小畑はもっとこう守備をバタバタさせないようなコーチングとか存在感を出してほしいなと思います。あと木田ですかね。今回は特に攻撃のチャンスを、まあ、結果的に潰してしまったシーンが多かったので、まあ、後半なんか多かったんですけど、チャンスをしっかりゴールにつなげてほしいと思います。まあ、後半に2得点できたのはハイプレスできた相手の運動量が落ちた部分もあったので、まあ、今回の試合は一番の弊害は、まあ、監督の戦術で選手たちががんじがらめになってやりづらそう、あとやる気なさそうな選手がいたことが一番の問題かなと思います。水曜日には天皇杯3回戦の名古屋戦があります。私も久しぶり現地行けますので、何とか勝ってほしいと思っています。勝利を信じています。チームが監督をどうするのか不安を覚えながら今回見た試合でした。まあ、天皇杯はどう戦うのか楽しみにしていますので、皆さん頑張ってください。よろしくお願いします。